テレ東ビズ。テレ東経済ニュースアカデミー、豊島晋作です。今回はトヨタの高級車ブランドレクサスの新型車両と自動車業界についての基礎的な解説です。この秋から来年にかけて発売予定のレクサスの新型車両 LBX、LM、GX のすべてに今回豊島が試乗してきましたので、それをもとに解説をお届けしていきます。動画の流れとしましては、来年発売予定の大型オフロードモデル GX への試乗、そしておそらくですね、一般車では走ることが不可能な岩場など悪路の走行ですね。そしてこれはまだ発売されていないレクサス初のバギー ROV コンセプトの、まあ、試乗。最初にこれ助手席に座らせていただいた時にはもう刺激的すぎてですね、顔面がかなり崩れる展開となりましたけれども、こちら私もですね、今回運転をさせていただくことができました。続いてはですね、2列目の車内空間の快適さ、静粛性が売りの LM にも乗せていただきました。そして次に次世代ハンドルステアバイワイヤーの運転です。これ実際どうだったのか、これ次世代のハンドルとして注目される新技術なんですけれども、これ現在のハンドルとの違いなども体験してきました。そしてですね、やはりレクサス初のコンパクトモデルとなります LBX への試乗、そしてチーフエンジニアへのインタビューなどもお届けしていきたいと思います。そしてこうした新型車両から見えてくるレクサスの戦略、ひいてはトヨタの戦略、まあ、今回のですね、新車開発をめぐる豊田章男会長のダメ出しなどについて、そしてレクサスはですね、まあ、トヨタも含めて EV 化遅れているのではないかという点についてもレクサスの経営トップに直接聞いてきました。また新型モデルのデザインについてなんですけれども、こちらはですね、レクサスのデザイン部長へのインタビューも行いました。ということで盛りだくさんの内容でお届けしていきたいと思います。ただ私はですね、基本的には最近はもう実家のですね、軽自動車しか運転していませんので、レクサスの運転今回初めてでした。詳しい乗り心地ですとか、まあ、取り回しですとか、ステアフィールですとか、まあ、そういった技術的な観点、専門的なコメントについてはですね、ぜひあとスペック解説ですね、その点についてはぜひ自動車ジャーナリストの方が上げてらっしゃる動画などをご覧いただければと思います。私は結局ですね、ちょっと軽自動車しか運転してない、まあ、ほぼ素人的なもんですから、まあ、この動画はあくまでですね、そんな私みたいな素人がレクサスに乗った場合どうなのかという目線で、主にチーフエンジニア、まあ、経営サイドなどのインタビュー、そして自動車業界の基本的な部分について解説をお届けするものです。自動車業界については最大手であるトヨタのことが分かれば、まあ、日本の自動車業界あるいは世界のこともある程度は分かるのではないかということ、そしてですね、そもそもレクサスとは何なのか、日本勢はですね、 EV 電気自動車でなぜ世界から遅れてしまったのか、それともわざと遅らせたのか、まあ、基本的な部分も解説していきたいと思います。さてレクサスは今回ですね、静岡県にありますトヨタ傘下の富士スピードウェイでレクサスショーケースというプレス向けイベントを開催しました。今年前半にですね、各国でワールドプレミアムが行われて、まあ、世界デビューした新型車種、これ3台あるんですが、これが日本で初のですね、試乗会を行ったということなんですね。で、日本のテレビ局で参加したのは私たちテレビ東京だけだったということもありますので、詳しくお伝えしていきたいと思います。車やレクサスならではの走りの楽しさと、お客様のライフスタイルを豊かにする新たなサービスを提供してまいります。我々はバッテリー EV でもレクサスらしい走りの味を継承し、電動化技術でさらに高いレベルに引き上げてまいります。ということで、レクサスの経営トップの渡辺さんは今後世界的な EV の化の流れを受けてですね、車両の電動化推進していくと、2035年には販売車両はすべて EV にするという方針を改めて表明していました。ただこの当日ですね、試乗したこの3車種については EV ではありません。主にですね、ハイブリッドです。で、このトヨタレクサスをめぐる電動化の話については後半でですね、渡辺さんへのインタビューと合わせてお届けしたいと思います。では早速3台の中で一番大きなですね、 GX グランドクロスオーバーの試乗から見ていきたいと思います。あらゆる道で上質な走りを実現すると、 TNGA 新 GAF プラットフォーム採用車で、まあ、ランドクルーザーとこれ基本的には同じなんですが、まあ、プラットフォーム刷新されてですね、路面追従性が向上したと。で、これかなり悪路でも走れるということです。来年の発売を前に実際どの程度の性能なのか、雨が降る中で実際試乗してきました。
では今からレクサス GX 運転していきたいと思います。まず MTS というモード、これアクロでも自動でコース制御してくれるようなシステムが立ち上がっています。そしてオートマチックで行くということで、ではドライブモード D に行って、はい、アクセル踏んでいきます。相当、はい、やっぱこのね、水平の傾きが、このインパネが水平なんで分かるんですよね。なので自分の車どんぐらい傾いてるかっていうのが分かる。そしてこれハマってもゆっくりゆっくりゆっくり伸び、足が伸びて四つ足がちゃんと踏ん張ってくれると。そしてはい、安定し、はい、やっぱ物ともしない感じがすごいですね。やっぱり路面と対話しながら走れるというのが今回大きなポイントになります。地面をちゃんと捉えるというか、そうですね、いろんなセンシングを施して今どういった状態なのかって車が判断しながら最適な走りを選択しています。なるほど、路面をもう車が理解して走ると。はい、そうです。なるほど、もうこんな道なんか全然普通の道に感じれるぐらいの安定感があると。でまあね、めちゃくちゃ今雨降ってるんですけど、なんでこういったあの曲がりにくい路面でも、はい、あの新しいこのステアリングを取り回すシステムによって、あの軽快に、はい、あの 安定してあの走っていただくことができます。いやもう何の苦もないんですよね、これ行くときなんか普通に運転できるんですね。そうですね、あのオンロードでも荒れたオフロードでも快適に上質に走っていただくと、こういったところが今回の開発の大きなポイントになります。はいはい、いやもうね、何の苦労も、これ別にどんな若い女性でも男性でも誰でも行けるというような感じ、はい、そしてここで止まります。一旦岩場に今から行きます。でこの時に、もう特定のモードを起動させると。それがどういうことですか。このクロールモード、クロールモードのボタン、こちらクロールモード DAC クロールモードを押します。そうするとこれによって自動的に、半ば自動的に走ってくれるということで、速度を設定します。1キロから5キロまで、はい、時速1キロから5キロまで設定した速度でもう一定のスピードで進んでくれると。どうしてもああいうところ行きますと、こうブレーキアクセルともうすんなり加速が進んで、それは非常に危ないので、一定スピードでもう自動で進んでくれると、はい、で私はハンドルを切るだけでいい、集中していただくことができます、はい、まさにあの GX、 どんな場所からも快適に生きて帰って、快適に生きて帰ってくる車ということなんですが、はい、で、時速設定は一番下のローモードで、ローモードだから時速1キロぐらいな、はい、約1キロですね、はい、はい、でモニターのビューモードで変更していきます、はい、このように岩場が見えます。これね、あまりにも上見くともう空しか見えないのでドライバーとしては非常に不安になるんですが、これがアンダーのカメラが見えていることで、自分の車輪の位置もどこにある、どんな岩があるかも一目瞭然ということで安心して走れるということなんですが、では行ってみましょう。はい、では旗の間を狙って、はい、旗の間を狙っていきます、はい、私アクセルもブレーキも今これ全く踏んでいません。アクセルブレーキも一切踏んでませんの状態で、今車がですね自動的に前に進んでいます。はい、で私はこのハンドルを、まあ、これを見ながら今運転すればいいわけで、相当揺れてはいるんですけれども、全然安定感安心感はあります。そしてこれ全く空しか見えないんですが、モニターを見ればどのタイヤがどこにあるかが分かると。なので今タイヤこことここにありますね。これを旗の間に誘導しながら行くと、おーっとこっちかで、はい、今旗の間目指していきますので、はい、これで問題なくゆっくり坂道に、今すごい急激な坂ですけれども一定のスピードで行ってると、はい、坂を降りる時も一定のスピードなので安心してステアリング操作に集中いただけます、はいはい、できると。いやこれはすごい、はいはい、さあゆっくりゆっくりと降りていきます。でこの岩があるから、ちょっとまあ岩に一応乗っとくかみたいな感じで、で降りましたという、前輪は降りたという、もうちょっとちゃんと降りた方がいいですか。あ、大丈夫です。大丈夫ですか、はい、はい、では一旦ここで DAC モード解除し、ブレーキをして解除と、はい、解除で、はい、でここからは普通の運転モードになります、はい、先ほどに戻ります。はいはいはい、そしてまあこの辺りは安定して快適に生きて戻ると、はい、生きて戻れる車と、ま
まあ、なんでどんな場所でも、はい、どんな場所でもどんな状況でもやっぱり安心安全にお乗りいただけるというのは、はいはい、第一前提になります。でその上でレクサスらしい上質感だとか乗り心地だったり、はいはい、快適にお過ごしいただける、そういったところを一つ一つ丁寧に積み重ねながら開発してきたのが今回の GX になります。まあ、外は結構武骨なデザインですけど、割とインパネル含めて内装は割とスッとシンプルに収めてるんですか？おっしゃっていただいたように中と外の二面性をしっかり両立させるといったところ、はい、中はやはりプライベートな空間ですので、はい、安心していただきたい。だけど外は堅牢で屈強であるといったところ、そこでも安心感を持っていただく、そこの二面性です。はいはいはい、分かりました。なるほどですね。続いては ROV コンセプトという発売されていない車両に乗り込みます。レクサスのコンセプトバギーでレクサス初の水素エンジンを搭載していて、排気ガスを出さずに森を走れるということで、まずはですね助手席に座ってですね乗り走ります。すみません、ちょっとなめ腐ったスーツで来てすみません、ね、いえ、とんでもないです、ここだけレクサスとしてちょっと異質なので、いやー、ほんとこんなワイルドなレクサス乗らせていただくと唯一今回エアコンのないレクサスなので、いやいやいや、今はそしてこの部分地面との接地感があってですね、転ばないんですよね。もう一回スローで見てみたいと思います。私も運転させてもらいました。脱出用のパラシュートはこのボタン、そうですね、なるほど、はい、固定されましたでしょうか、はい、これもちょっと森蔵さんのサイン入りで、あ、なるほど、森蔵さんのサイン、そうです、実際乗っていただいて、乗っていただいて、はい、ここに秋吉さんと座られてた、座られる会長が、はい、そうですか、はい、これ水素エンジン、これ水素エンジン、水素エンジン、やはりサスペンションがなんていうんですか、段違いというか、やはり路面追従性が優れていて、まあ、普通の車なら転倒してもおかしくない道も決して転ばずにですね、まあ、安定してスピード走行できるという格好です。操作してる感じがしっかり出ると思います。でも四つ足はしっかりしてますね。そうですね、路面を捉えているので安心感はあると思います。確かに意外と倒れそうで倒れない。そうです、だいぶ倒れても乗っかるので。なるほど、レクサスだけと、バギーレクサスだけと、はい、とりあえず見に行きます。 GX で
ちらの車に。あ、そうなんですね。はい。ですか、これ訓練、なんかの訓練なんですかね、これ。まだ道場で乗っていただきたい。なるほどですね。いや、これは。いや、すごいですわ。ちょっと、安定、やっぱ倒れそうで倒れないし、GX もあの道は走れるんだそうです。ちょっとそれはびっくりですけど。そして雰囲気打って変わりまして、続いて試乗したのはこの秋発売予定のレクサス LM ラグジュアリームーバーです。こちらはですね、アルファードやベルファイアがまあレクサス仕様になったといいますか、まあグレードアップしたものですね。ではこちらのレクサス LM 乗ってみたいと思います。あ、やっぱり広いですね。かなり広々とした室内。よいしょ。あ、この空間がやっぱ広い。あ、これ相当開放感あります。ほんと23個ものスピーカーが取り付けられていまして、まあほぼ音に囲まれているような体験。そしてこちらはレクサスブランドの中でも最大の48インチディスプレイがついているということなんですね。こちらなので移動しながらウェブ会議をやったりなんかもできるということなんです。まあ、休ませたいんだか仕事させたいんだかちょっとよくわかんないんですけれども、まあ、両方できるということなんですね。前の座席と後部座席がこのように完全に分離されていてですね、何か話を聞かれたくないときはここを閉めてですね、声が聞こえなくなります。これで話は聞こえません。さらに見られたくない時なんかはボタンを押すと、こうやってすりガラスのようになってほぼ前見えなくなります。後ろから前も前から後ろも見えない。でボタンを押すと見えるようになる。そしてリクライニング、よいしょ。もうこれはぐっすり寝れる感じですね。こちらは TNGA 新 GAK プラットフォーム、まあ、アルファードに使われているものとほぼ同じですね、プラットフォームが採用されています。ただこのプラットフォーム自体は刷新されていまして、まあ、静粛性、乗り心地のレベルっていうのはやはり格段に向上しているということでした。ちなみにアルファードは日本でも大人気ですけれども、中国でも非常にですね人気があるということで、まあ、今回この車もですね、まあ、今年の上海モーターショーでワールドプレミアされました。やはり中国のお客さんにもこの辺り人気が出るのではないかと見られていますが、やはり後部座席の快適性がですね重視されていて、とにかく静かで快適なんですね。そしてコックピットはこんな雰囲気です。安定感がありまして運転しても疲れないといった印象でした。続いては新型車ではなくて次世代のハンドル技術についてお伝えしていきます。レクサス初のバッテリー EV 専用モデル RZ のプロトタイプで体験していきます。こちらレクサス初のステアバイワイヤー車両なんですが、どういうことかと言いますと、ハンドルがですねこういった形なんです。次世代のハンドル、ステアバイワイヤーという新技術です。自動運転車両には必須の技術とも見られていまして、これ究極的にはハンドルを格納した状態で車走れるようになるのではないかと見られています。要するにこれは何ですか、前輪のシャフトとつながってないということですか。メカ的には全くつながってなくて通信でやり取りするシステムになってます。ハンドルとその前輪が通信でやり取りされてる。タイヤを切るためにギアがもう一ついるんですけれども、はい、モーターが、ハンドルについてるここのモーターと下のモーターがメカ的につながってなくてですね、はい、全部電気信号でやり取りするようなシステムになってます。レクサスとしてこれ初めて。そうですね、はい。で市販の車両でもこれが使われてる車ってのはあるんですか。現状は完全にリンクレスになってるシステムはない状態。ない、はい、なるほど。ではちょっとこれでどんな走りになるのか運転してみたいと思います。さあ、じゃあ曲がっていきます。このままの状態で、はいはいはい、もうひっくり返るよ。あ、全然違和感なく曲がれて、はいはいはい、あ、問題全くないですね。やっぱりむしろなんかスムーズにいけるような、
しかもじゃあこれ急カーブ曲がっていきますが、はいはいはい、難なく。しかもレクサスならではのこのしっとりとした落ち着いた走り出しですよ。はい、あー確かに。でも感覚的には本当にこれ自分で車輪動かしてる感覚はありますね。そうですね、はい、メカ的には全くつながってないんですけども、はい、運転に必要なあのロードインフォメーションって私たち言ってますけど、はい、情報はモーターで人に伝えてあげるということをしてます。なるほど。ハンドル切るっていうよりも行きたい方向に向けてあげれば車が動くっていうような、はい、感覚です、ね、なるほど。確かにハンドルを切るっていう感覚じゃなくて、はい、自分が行きたいのはこっちなんだって直感的にこう操作する。そうですね、はい、はい、右に行きたいので右にこう切る、で左なので左に切る、はいはい。なんかこうこっちの方が普通のハンドルよりもなんか直感的に運転してる感じがしますね。モーターの駆動力だったりのレスポンスとステアリングのレスポンスを合わせてあげて、はい、すごくリズミカルに運転できるような、はい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 、車になってきてます。あ、なんかもっと違和感練習しなきゃいけないのかなって思ったんですけど、全然問題なく、これまでハンドルは持ち替えないといけなかったので円形だったんですね、はいはい、で円形なのでハンドルの中からメーターを見てたんですけど、はいはいはい、今回持ち替える必要がなくなってきましたので、上を切ってあげてもっと人の見やすい位置にメーターを置いてあげる。なるほどなるほどなるほど、はい、ステアリングシステムだけじゃなくて車のコックピット全体を変えてくれるような技術になります。はいはいはい、確かに。まあもうあの速度計前にも見えてますけど、はい、こちらも本当違和感なくスッと落ち着いて、なんていうのかな、こう確かにハンドルを回してるんじゃなくて自分がこの乗り物を前に動かしてるというか、そういう感覚、不思議な感覚ですね。人と車との対話ってことをレクサスは大切にしてるんですけれども、はい、感覚的にはそう今おっしゃっていただいたことにつながってきます。はいはい、ただなんかあのハンドルでこうわって休みたいみたいなのはちょっとできないんですか。はい、なるほど。どっかに置くしかない。車の中で落ち込んだ時とかにこうわってしたいっていうのはできないぐらい。はい、急角度のカーブとかもいける感じですね、確かに。でこの圧倒的な抜けこれだけやっぱ視野がちょっと開くなったような感覚も確かに感じると、はいはい、世間ではまだルール上これまで認められてないんですよね。まだあのお客様の届けは、はい、できないんですけれども、お届けする前提で、はい、どうですか、来年ぐらいで世の中に出そうですか。開発自体はですね、もう来年中には完了する、はい、なるほど。今まだ開発の最終段階ですね。この車自体もあの実際にプロトタイプとして私たちが普段開発で使っている車になりますので、はいはいはい、ああなるほどなるほど、はい、そう、意外となんか疲れもないんですかね、長時間ドライブの、はい、バイワイヤーだけではなくて RG で開発したそのダイレクト4だったりとか、はい、そういうシームレスな駆動コントロールによってですね、やっぱりドライバーの疲れ自体も軽減できて、はい、軽減できると思います。細かい道に入っていくんですけど、なんとなく直感的にこういけると。これどうなんだろう、初心者こっちの方がやりやすかったりしますか、どうですか。初めて車に乗るっていう方はすぐにアジャストできるので、こちらに、はい、こっちの方が運転しやすい、はい、なるほど。確かにこの方が素人としては、でなんかそのステアリングってあのこの前輪がまっすぐなのかって分かんないんですよ、丸いと、はいはい、でもこれだともう前輪この状態だからまっすぐなるって直感的に分かるから、あーこれってだからバックとかの縦列とかもこのままやりやすい。楽ですね。あ、そうなんだ、はい、とっても忙しいですね、普段やってること。そうそうそう、それがすぐこう、なるほどね、はい、いやよく縦列駐車でもう、鬼のように回してあるいは止めた時になんかふねって曲がって止まること多いと思うんですけど、これだとそういうことがないと、ね、ハンドルがまっすぐな状態はタイヤもまっすぐ、まっすぐ、はい、ハンドルがまっすぐであれば確実にタイヤもまっすぐだっていうことで、はい、だから初心者にも優しいということですね。わ、びっくり。なるほど、わかりました。はい。そして最後に試乗したのが、この秋発売される予定のレクサス初のコンパクトタイプ、LBX、レクサスブレイクスルークロスオーバーです。
コンパクトな高級車というのはレクサスブランドにはこれまでなかったタイプでしたので、まあ、このセグメントなかなか発売されなかったということですね。これ待ってるユーザーも多いのではないかというふうに推測される注目のモデルです。この車はですね、トヨタのヤリスクロスと同じ TNGA の GAB プラットフォームというのを使っています。でさっきからですね、 TNGA と何度も言ってるんですが、これ何のことかと疑問に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、 TNGA というのはトヨタの車づくりを解説する上で避けて通れないワードでして、これはトヨタニューグローバルアーキテクチャの略なんですけれども、これはですね、車の車種がこれたくさん増えすぎますと、自動車メーカーいろんな車作りますよね。そうすると車種が増えますと当然部品も非常に多く増えていくので、かなり非効率になっていくと、まあ、コストがかさみますので、なのである程度は同じ、まあ、シャーシーですとか、まあ、システムですとか駆動系ですとか、まあ、そういった機関システムはもう共通のものを使っていこうということなんですね。まあ、そういった仕組みシステムのことです。まあ、極端に言えば車のこの外見は違っても中の基本的な部分は同じということなんですね。それをまあ使い回しているようなイメージです。まあ、この方がまあ共通の部品があった方がですね、まあ、基本的にコストが安くて効率的に車作りができるということになるわけなんです。もともとはドイツのフォルクスワーゲンがこれ先進的にやってたという見方ありますけれども、トヨタも10年近く前からこのシステムを導入している。まあ、それが TNGということなんですね。なのでこの LBX について言いますと、まあ、ヤリスクラスとこのオードロジープラットフォームを使っていると言いましたけれども、まあ、中身はある程度ヤリスクロスと同じ部分が大きいと。ただもちろんレクサス仕様にですね、まあ、グレードアップされていますし刷新もされています。でこのあたりヤリスとどこまで違うかと、ヤリスクロスとどこまで違うかというのはやっぱりプロなどにとって注目される点だということなんですね。このレクサス LBX、はい、特徴は何ですか？はい、とかく高級車のイメージで言いますと、車が大きいであるとか豪華であるとか、ね、富の象徴とか、まあ、そういったイメージをお持ちの方多いかと思うんですけれども、この車の特徴はサイズは小さいですけれども、まあ、しっかりレクサス、まあ、それでいながら、まあ、普段使いカジュアルなラグジュアリーを楽しんでいただく車、まあ、その辺がこの LBX の特徴かと思います。やっぱりこれだけなかなかコンパクトなレクサスがなかった、コンパクトなある種ラグジュアリー化があまりなかった。おっしゃる通りです。ただですね、とかく高級車にこう慣れ親しんだお客様、ただ普段使いからその高級な車っていうのも取り回すのもなかなか大変、素の自分に戻った時に気負いなく乗れるカジュアルなラグジュアリーな車っていうのが欲しいという声がたくさんいただきましたので、まあ、それを目指して開発してまいりました。いわゆるヨーロッパだと B セグメントですね。そうですね、はい、やっぱりライバルはその、まあ、何ですか、ミニクーパーみたいなところだったりとかになってくるということですね。そうですね、特にスペインとかイタリアとか旧市街地の狭い路地にも取り回しよくおしゃれに走っていただけるような、はいはい、まあ、そんな車になってくれたらいいなと思っております。なるほど。しかも結構オーダーメイドでいろんなパターンが可能、何十万通りですか？33万通りですね。33万通り の、はい、カスタマイズが可能という、はい、なるほど。はい、出発します。お、この静かに、あ、コンパクトなんですけど割とこうしっとりとした感覚がある。どうですかね、この見晴らしの良さを確かに感じていただけますか？視界はやっぱ開けてますね、はい、そして、はい、コースに入っていきます。はい、ああ、やっぱりこう落ち着いた滑らかな滑り出しと、この辺もあれですね、電気リッチな走りということで、はい、モーターを上手に使いながらでエンジンにバトンタッチしていく、こうシームレスな加速フィーリングっていうところを実現していると思います。はい、今みたいなところも結構坂道きついんですけれども、はい、ぐいぐい登ってってくれる感じあるかなと思いますね。結構これ坂道になってるんですが割と、はい、はいはいはい、はい、ホームストレート加速していきます。あー、やっぱ加速もしっかりしてる、はい、しっかり減速して青いパイロンを通り過ぎて、はい、でこの辺から戻しながら加速っていう感じですね。あ、素晴らしい。いやいや、これって、あ、しっかり坂を上りながら、はい、かつ滑らかに上っていく。そうですね、これってハイブリッドですか？はい、はい、1.5 リッターのハイブリッドになります。やっぱここはヤリスクロスとはちょっと違う。はい、実はこれハイブリッドも同じ 1.5 リッターではあるんですけれども、はい、エンジン、モーターのトランスアクスル、はい、電池、これ全て違う組み合わせになります。モーターは
実はノアボクシーと同じサイズのワンサイズ大きいモーターを使ってます。まあ、その分あのしっかりモーターでトルクを出せるように、まあ、そんな工夫もしていますね。はい、100キロで電池もあのアクアで採用してます。バイポーラ型のニッケル水素電池っていうのを使って、はいはい、これはもう電気の出し入れが大変スムーズにこうできる効率のいい電池になってきまして、まあ、こいつと組み合わせることによって、まあ、イヤリスクロスから 17% 向上したあの高出力型のハイブリッドシステムになってます。見ていただくと分かるようにタイヤのサイズが大きいんですよね、はいはい、でこれ実はあのレクサスの中でいうと一つサイズの大きい UX よりも大きいサイズのタイヤ履いてます。タイヤのサイズが違うのはやっぱ大きいですね。でタイヤのポテンシャルを今度引き出そうとすると、はい、ボディの剛性も上げていかなきゃいかん、サスペンションの剛性も上げていかなきゃいかん、いやサスペンションのジオメトリーも変えなきゃいかん、全てをこうタイヤに合わせて、はい、こっちですか、はい、変えていくっていうことをやっていった結果、まあ、イヤリスクロスと同じ GAB プラットフォームっていうものを使ってるんですけれども、はい、まあ、全てにおいてレクサス専用開発になってしまったというのが、まあ、この走りの原点になるところですね。そして最後に内装ですけれども、まあ、上質なインテリアデザインを謳ってはいるんですけれども、このあたりは正直どうなのかなと、まあ、そもそもレクサスを含めてですね、日本の高級車の内装というのはやはりメルセデス、BMW と比べてですね、評価は一般的に低いとされています。個人的にはですね、今回のこの LBX の内装がですね、そうした評価をまあ一変させるかといえばそうではないのではないかなというふうにも思ってしました。まあ、このあたりの判断は皆さんに委ねたいと思います。そしてこの LBX のデザインについてはですね、これ当時社長だった豊田章男今の会長ですねからダメ出しが入ってですね、まあ、やり直しになったという経緯がありました。この点含めてですね、今回あのエンジニア出身のレクサスの経営トップ渡辺さんに聞いてみました。渡辺さんのインタビュー最後にもあのお届けしますけれども、まずこの LBX の開発についてお話を聞いてください。あちらの LBX はあの最初のモデルができたときに秋尾会長からこれちょっとダメだと言われたと、はいはいはい、作り直しになったと、はい、結構プレッシャーはどうですか、はい、その当時は私まだあのチーフエンジニアで別の車を担当してたので、ただ一緒にあの開発をしてあのその並行して LBX のチームはそこに本当に奮闘してました。で当時佐藤社長がレクサスのプレジデントとしてこの開発を見ていたんですけれども、実は私が担当している RZ も最初見た時はダメだと言われました。で言われたことは全く一緒で、何が作りたいのか、本当にこれが君たちが作りたい車なのかと、そこをもう一度考えたらいいんじゃないのと、自分たちができることでしかこう表現できていなかったところ、そこをあのしっかりと見ていただいてですね、我々が本当にやりたいことをやったらいいんだよと、チャレンジしなさいっていうことを背中をこう押していただいたんだと思うんですね。でそこからもう一度 RZ もそうなんですけど、この車も本当に自分たちが作りたかった車ってどういう車だったんだっけっていうことをスケッチからもう一度書き直してですね、それを改めてエンジニアリングで実現していくために何が足りないのか、何をしていけばいいのか、あのそのチャレンジをやらせていただいたっていう。やっぱ B セグメントはあのコンパクトなモデルで高級感を出すっていうのはやっぱ難しかったんですか。そうですね、はい、高級感を出したいとかっていうよりも、この車に込めた思いだとか、この車で実現したいことが何なのか、それをより明確に具体的にして、それに対して今自分たちが足りてないこと、できてないこと、これを愚直にエンジニアリングでこう取り組んでいく。でその結果、やっぱりあのできたのがやっぱりこういう車になってますので。なお豊田会長のこの LBX をめぐるダメ出しについては、レクサスのデザイン部長の菅さんも同じことを語っていましたのでお聞きください。結構完成車見ますと、はい、割とこのスケッチに近いですね、はい、でそうです。これ完成車に近づけるのにすごく長い時間がかかったんですけど、開発っていうのはまあいろんなこう制約とか、まあ、使うべき部品とかがあって、この絵で作ったんですけれど、最初に作ったモデルっていうのはそれとは到底かけ離れていて、何が違ったかというと、一番タイヤのサイズとあのいわゆるプロポーションですね。でこの絵を使って最初我々はこう御神体っていうモデル、こういうミニチュアのモデルを作るんですけど、こういったことでやっていくんですけど、最初のモデルはもうタイヤが小さくて全然イメージとかけ離れていたんで、まあ、これではいらないということで、プロジェクトがそこでこうちょっとこうなんていうんで
ですかね、危機に一旦止まると。そうです。でただその我々の都合というよりは、こういうコンセプトを実現するには何をしなければならないかっていろいろ課題を整理して、タイヤを大きくして、そのためにはサスペンションを新設して、でそうするといろんな開発費が変わってくる、まあ、そういったことをこう本音ベースで当時のトヨタ社長に相談して、我々が実現したいコンセプトはこの絵でこのモデルなんですけど、そうするとまあこれだけの開発といろんな前提条件を変えることなんですけど、これで進めますかという、まあ、そういったいろんなやり取りをしながら出来上がったのが LTS です。だ、秋代社長がこのスケッチはいいとなって、はい、実際いろいろとある程度作ってみたところ、はい、そこは最初は多分あれですか、ヤリスクロスのプラットフォームだったと。まあそうですね、企画通りでやったら、まあ、そういうことです。でそれは違うと言われて、レクサスにはならない、なるほど、はい、ちょっと考え直せと言われたわけです、はいはい、で考え直してプラットフォームもちょっと変えてと。そうです。本物を知る人が本当に満足して乗っていただける素の車ってのはそうじゃないだろうという、多分そこまでご説明はいただきませんでしたけど、非常にこう端的にこれは違うというふうに。今回LBX から、はい、そしてLM とGX ですけど、だいぶ、まあ、SUV だったり、はい、そのオフロードだったり、はい、ちょっとこう街乗りだったり、はい、統一的なコンセプトを作るのって結構難しいんです。そうですね、それぞれの車の考えながら統一的なコンセプトっていうと、まあ、スピンドルグリルであったり、非常に分かりやすいアイコン、デザインアイコンがあるんですけど、まあ、そういったものでレクサスはこうなんていうかな、認知を高めてきたんですけれど、まあ、今回スピンドルグリルがこの LBX でも変わっていますし、この LM でもユニファイドということで、まあ、その常に統一させるんですけど、そこも進化させなければいけないですしということで、特にフロントの顔でだいたいそのブランドの印象が認知されるので、我々はこうレゾリュートリュックっていう、まあ、毅然とした少しこう睨みやキリッとした表情ということをすごく意識しています。ですから LM も実写を見ていただくと、こう切れながら目がクスッとサイドに流れ込んでいったり、まあ、LBX は LBX で小さいながらそうキリッとしている表情と、まあ、そういったことをすごく意識しています。デザイナーとしてはなるべくあっちで行きたい、まあそれでも技術人からもちょっと現実的にこっちだと言われる、まあ、技術人、まあ、あとお客様がお使いいただけるサイズっていうのも限界がありますし、まあ、そういったところの常にバランスですよね。やっぱせめぎ合いがある。そうですね、まあ、アート作品を作ってるわけであって、普段日常のどれだけ乗っていただけるかっていうのも大事な要素なんで、荷物がたくさん入らないとそれも問題ですし、うん、まあ、そこが一番難しいところです。ということなんですけれども、そもそもですね、レクサスとは何なのかという基本的なお話をちょっとしたいんですけれども、もともとレクサスブランドというのはですね、1989年に北米で誕生しまして、北米で売られた LS400 という車がありまして、これはですね、まあ、日本ではセルシオとして知られてるんですが、この車がですね、まあ、まず原点にあるということなんですね。これ BMW ですとかメルセデスにある意味対抗するためにまあ作られた車なんですけれども、まあ、トヨタが持てる技術力をすべて結集してこのセルシオを作ったわけなんですが、これが凄まじい高性能で、まあ、世界の高級車市場に衝撃を与えたとも言われている伝説の車なんですね。でこれフリーローラーの上を、まあ、時速240キロで走るですね、このセルシオ LS400 のボンネットの上ですね、これシャンパンタワーを作って、そのシャンパンタワーが崩れなかったと。時速200キロ以上出してるんだけども、まあ、崩れなかったと、まあ、フリーローラーの上ではあるんですけれども、まあ、当時からですね、このぐらいまあその静粛性は驚異的なレベルで、まあ、実際このシャンパンタワーの CM 話題になったりするわけなんですけれども、まあ、実はですね、このシャンパンタワーについてはこのレクサス30周年を記念してですね、2020年かなにも今度はトヨタ社長がですね、まあ、今の会長ですけど自らシャンパンタワー作って、まあ、その時の最新モデルの LS500 をまあ走らせるというような、そしてまあシャンパンタワー崩れないというような映像なんかも出しています。これも YouTube などで上がっているのでですね、見ることはできるんじゃないかなというふうに思います。そしてレクサスブランドというのは日本では2005年から展開していまして、トヨタの高級車ブランドとしてすでに広く知られているかと思うんですけれども、2022年の世界販売台数、これは625,365台というふうになっています。では日本ではですね、そもそもどのぐらい売れているのかという点なんですが、最新のですね、これ2022年の同じくデータなんですけれども、1位はですね、やはりメルセデスベンツなんですね、52,000台で、2位がレクサスなんです、40,000台超で、3位 BMW、 4位アウディということで、ドイツ勢がやはり強いんですね、高級車市場。レクサスは2位です。まあやはり1位の座はメルセデスに許してしまっているということなんですね。
ではトヨタグループはちなみにどうなのかというところ、これ2022年の世界販売台数見てみますと1048万台ということで世界トップです。しかも2位のフォルクスワーゲン、3位のヒョンデグループを大きく引き離して1位の座にあるということなんですが、3位のですね、実はヒョンデグループというのはこれキアも合わせた数字なんですけれども、これ日産ルノー連合を抜いてですね、去年初めて世界3位になったということで勢いがあるんですね。そしてこのトヨタ、そしてレクサスをめぐってですね、やはり避けて通れない話題というのが電気自動車 EV です。日本勢はなぜこの EV 電気自動車のマーケットで存在感がないのか。世界で EV 化が加速する中で、かつてはですね、世界初の量産 EV を作った日産はおろか日本勢、そして世界王者のトヨタもですね、出遅れているという見方が根強いわけなんです。日産は先日ですね、2030年には欧州のすべての新車販売を EV にするというふうに表明しましたけれども、今ですね、日本における輸入 EV というのはもはやこれ1万台を超えてですね、これ過去最高レベルになってきています。今年はついにですね、中国の BYD も参入しまして、9月に発売されたこのドルフィンは補助金も込みとしますと、これ実質ですね、300万円を切る価格、200万円台で買えるという驚愕の状況になっているわけなんです。こうした中国勢、そしてですね、アメリカのテスラなどの欧米勢の台頭をなぜここまで許してしまったのか、これは日本の最大手であるトヨタがやはり EV 化に遅れたからなのか、あるいは EV 化をあえて遅らせたからなのかという問いでもあるわけなんです。考えられる理由というのはいくつかあるわけなんですが、要因と可能性としてはハイブリッドへの固執、そしてゲームのルールを変えられたという点にあるかと思います。トヨタはですね、プリウスという世界最強のエネルギー効率の車を作ったわけなんです。これで大成功しました。性能、最近はですね、デザインも新しくなってなお人気が高い車なんですけれども、プリウスという車はですね、まさにハイブリッド車の代名詞となったゲームチェンジャーでもあったわけですね。で、豊田章男会長の先代のでエンジニア出身のですね、内山田武前会長が手掛けたのがこのプリウスとされていますけれども、開発にはですね、これ莫大な費用がかかったとも見られるわけなんですが、このプリウスの凄まじい成功というのがトヨタを、ある種ハイブリッド車での勝ち組に持っていきました。で、これは長年かけてですね、費用も回収して、今やプリウスは低コストで生産できて、かなり利益が出る状況にあるんじゃないかとも言われていまして、トヨタとしてはやはりその利益を出し続けたい、確保し続けたいという思いもあります。一方でですね、メルセデス、ワーゲンなどの欧州勢、そしてアメリカ勢などはもうトヨタが持っているこのプリウスのハイブリッド技術には勝てない、日本勢には勝てないということで、もうこれはもう EV に舵を切っていくしかないという戦略的な判断が押した可能性があるということなんですね。一方、そして中国勢もですね、ガソリン車などの内燃機関では、やはりそしてハイブリッドでもやはり日本車には勝てない、トヨタには勝てないということで、同じく EV で行こうとしている。つまり世界がある意味で日本車潰し、トヨタ潰しという意味もあって EV 化に進んでいっているという見方もあるわけなんです。EV 化の推進にはですね、ただやはり政府の後押しもいますけれども、これ欧米のですね、政府当局、規制当局の後押しはどうかというと、やはりここ数年でですね、欧米中国では積極的にですね、当局も EV を後押しする動きを見せてきている。もちろんこれ地球温暖化が背景にはあるんですけれども、一方でですね、トヨタも各国政府、規制当局には当然働きかけるロビー活動にはですね、相当な資金投じていると見られるわけなんですけれども、特にアメリカではワシントンですとか EU、ベルギーのブリュッセルですね、EU 本部がありますブリュッセルの規制当局に対応するために相当のアセット人員を割いているとは見られるんですけれども、なかなかこれがうまくいったのかどうなのかという点が出てくる。トヨタの論理としてはですね、 EV はそもそも電気が必要だけれども、電気それ誰が作るんだと、どうやって作るんだという課題があるわけですよね。石炭火力発電所で作ればそもそも CO2 増えるじゃないかという見方も出てきますし、また充電インフラが整ってない中でこれ本当に EV 走らせても使うのかという論点もあるかと思います。またですね、内燃機関やエンジンを支える雇用を守らなければならないと、トヨタとしてはやはりハイブリッドこそがですね、現実的な最適解で、利益を最大化するというためにも守りたいというのが本音であるんですけれども、やはり一気に EV 化進みますと自動車の部品少なくなりますので、そうすると大きな部品メーカーの従業員が失業してしまうというようなこともあるわけです。そういう懸念もあったと。実はトヨタはですね、かつては EV 関連の特許ではの競争力ではですね、世界トップクラスというふうな分析をされたこともありました。もしかするとトヨタが本気で EV を作れば、勝てたのではないかと、
まあ、トップクラスになれたのではないかという見方すらまあ一番あったわけです。しかし今実際はですね、ご覧の通りで、まあ、テスラは充電設備をですね、キャッシュすり減らしながらまあ開発してまあ整備していったと、まあ、つまりある種リスクを取ってですね、まあ、進めていったと。その結果ですね、まあ、テスラのスーパーチャージャーというのは、まあ、事実上今や北米のまあ標準規格に近いようなものに押し上げるような成果も得ているということなんですね。まあ、こういった現在の状況を作り上げたテスラ、つまりハイリスク戦略を取っていったのがテスラということなんですね。ただトヨタもですね、まあ、業績は非常に好調です。足元はまあ最高益、四半期ベースで見ますと営業利益が1兆円を超える好業績になっているという現実もあります。まあ、こうした現実論をいくトヨタというのと、まあ、リスクを取ったテスラなのかと、これどちらが正しかったかというのは、まあ、これあるいは雇用を長期的に生んだのはどっちか、守ったのはどっちかというのは、まあ、今後歴史が判断することになるかもしれません。ではこのあたりを含めてですね、まあ、最後にレクサスの経営トップ渡辺さんに、まあ、今回の3車種投入の狙い、そしてまあ EV 化を含めた戦略などについて聞きました。はい、3車種一気にレクサスとして市場、はい、日本市場に投入と、はい、この狙いは何でしょうか。はい、今ものすごくですね、時代の大きな変化が来ている。お客さん自身のいろんなこう価値観、時間の使い方、多様なこうライフスタイルがこれからどん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 こう広がっていくと思う。でそういう中でやっぱり我々もレクサスっていうブランドがこう車っていう商品でしっかりとこう応えていきたいと。この局面ですとやっぱりこう一車種ですとか、あとやっぱりお客さんのニーズに対応できないというか、そうですね、ものが我々やっぱりレクサスはグローバルで、ブランドビジネスっていうものをこう展開しています。でその中でやっぱり地域によっても、それぞれのその地域の、優先順位ですとか、今のそのニーズ価値観がどこにあるのか、それもやっぱり地域によって異なりますので、そういった各地域のお客様にとって今タイムリーにこう必要な商品を、それを提供できるような、そんなブランドになっていきたいなって。一方で、まあ、いろんな議論はありますけれども、世界は引き続き EV 化に向かって自動車産業動いてますけれども、はいはい、レクサスも、まあ、2035年には全ての車種が電動化されると、はい、フル EV になるという目標を掲げていました。はいはい、その中で現在 の, その EV 戦略というのは改めてどういうふうに考えてましたか。はい、将来のやっぱりエネルギーとしてのこの電気の活用というのはやっぱりものすごく重要な領域になっていくというふうに思っています。でその時にやっぱりこのバッテリー EV というテクノロジーを使ってどんな車作りができるのか、これをチャレンジしていくのが我々レクサスの役割だと思っています。トヨタの EV 作りはレクサスが引っ張っているということなんですね。はい、ぜひそういう、ブランドとして、これから進化していければなと。逆にそこがうまく引っ張っていけないとトヨタ全体の EV 戦略にもやはり影響を与えてしまうと、はい、責任重大という、そういう意味では本当に責任重大だというふうに思っています。ある意味トヨタの EV 戦略はレクサスが背負っているということです、ね、はい、失敗はできないと本当これからいろいろチャレンジをしながら、バッテリー EV っていう技術が持つその可能性、ポテンシャルを本当にどんな車として、提供価値としてお客様にお届けできるのか、そういう役割責任を、感じながらも、そういうものづくり、車づくりが、できる、そんなレクサスっていうブランド作りを、やっていきたいなと。この1年2年でどうでしょう、やっぱもう EV に行くぞってある種振り切れた部分というのはあるんですか。そうですね、私 UX っていうモデルでバッテリー EV っていう車を最初にチーフエンジニアとして担当させていただきました。で RZ っていう車ではレクサス初のバッテリー EV 専用車として、これゼロから企画の本当最初から量産化するっていうこの過程を経験させていただきました。でその中で実はバッテリー EV ってコモディティ化をしていくんじゃないのか、誰が作っても同じようなその乗り味になってしまうんじゃないのかっていう、そういうことがやっぱり当時言われたんですね。なんですけど実際車作ってみると全くそんなことなくって、車としてのその素性がすごく良くなる。で素性が良くなったからこそ作り手が思いを込めてそこに味付けをすると、その味がこう際立っていく、そういう可能性を持ったテクノロジーだと思うんですね。その同じ EV のラグジュアリーセグメントで言いますと、まあ、やっぱり BMW だったりメルセデスがかなり強いライバルになってくるかと思うんですけど、はい、そこに行って遅れを取ったことはないと。そうですね、例えばシェアですとか、その商品のこうラインナップですとか、そういう意味では、まあ、中国のブランドですとか、
欧米のブランドに対して少し遅れてるんじゃないのかなっていう、そういうふうに見られているのも事実だと思いますし、実際商品ラインナップとしてもまだまだ今の時点では十分お客様に満足いただけるようなラインナップの品揃えはできていませんので、選んでいただけるようなそういう商品のラインナップというものも順次拡大をしていきたいなと思っています。ということでですね、割と率直に語っていただいたのかなと思いますけれども、この EV 化をめぐる動き、世界の自動車産業の動きなんですが、こちらの本、最強トヨタへの継承、なぜ世界は EV を選ぶのかという本が最近出ました。こちらロンドンで取材している日経 BP の大西隆弘記者が書いた本なんですけれども、欧米メーカー、特にヨーロッパメーカーの経営トップでのインタビューなんかも書いてあってですね、非常に勉強になる本でございました。参考になります。ということで、豊島新作のテレ東経済ニュースアカデミー、レクサス、そして自動車産業についての解説をお届けしました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。最後まで見ていただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックしまして、動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。